哲也。いや、おたに。お、哲也。すまんすまん、待ったろ。いや、忙しい最中呼び出し悪かったな。謝るな、こっちだよ。あ、そうそう、奥谷さん、婚約おめでとう。ありがとうございます。おたにさんも早くいい人見つけたらどうですか。いや、俺は哲也と違ってモテんからな。バカ。ところでな、電話で頼んだ一件引き受けてもらえるな。うん、婚約パーティーの司会者な。な、俺みたいな若造でいいのか。何言ってるんだ、そんなこと親友の君以外に頼めるか。しかし玉さんのうちは何しろ名門だしな。あら、弁護士をなさってる大谷さんなら私の父も母も大歓迎ですわ。大谷、嫌とは言わせんぞ。まあ言ったな。まあ嫌じゃないけど、哲也の頼みじゃ断れんしな。引き受けるよ。ありがとう。それじゃあ二人さん、客が待ってんだよ。じゃあおい哲也。あ、お前幸せの絶頂って顔してるぞ。車に轢かれるように気をつけろよ。誕生日おめでとう。どこかの学校でお誕生日パーティーやってるんじゃない。ああ、そのようだね。なんだよ。分かってんの？分かってんのかよ、君ら。分かってんのかよ。バカ野郎。分かってんの？バカ野郎。分かってんのかよ。分かってんのか？それではただいまから久木哲也君と葉山京子さんの婚約披露パーティーを始めたいと思います。私は本日の司会を務めさせていただきます小谷俊介と申します。
若輩ではありますが、どうぞよろしく。私と哲也君は小学校から大学までずっと一緒でありまして、哲也君に関してはご両親よりも私の方が詳しいのではないかと自負しております。哲也は哲也君は子供の時から途方もない優しさを持った男でした。困っている友人を見ると放っておけない、自分が傷つくことも恐れずに助けようとしちゃうわけなんです。まあ何度も騙されてひどい目に遭ってるんですけれども、証拠にないっていうんでしょうか。おたに、その辺でやめてくれよ。あ、そうか、結婚式の時に話すことがなくなっちまうもんな。さあ、それではお二人のご両親の紹介をさせていただきます。まず、哲也君のお父様からどうぞ。哲也の父、久喜道康でございます。母の信子でございます。久喜道康氏は中国文学一筋の方でございまして、現在は逗子に住まわれながら城西大学の教授として活躍されておられます。お父上は哲也君にも同じ道を進んでくれることを期待されていたのでございますが、なぜか哲也はその期待を裏切りまして武学の世界を選んだのであります。では次に葉山様どうぞ。京子の父、葉山武弘です。母の孝子でございます。京子さんの父上葉山さんは逗子のお隣の鎌倉にお住まいがあり、武学界の名門葉山家27代目として現在第一線で活躍されておられます。やがて京子さんの夫となる哲也君に28代目を継承させることを楽しみにされておられます。なお京子さんもまた武学の名士であります。蘇我将校の組織の支配力は抜群だ。奴が一声かけりゃ300から500は立ちどころに集まるぜ。将校ってな、体はちっこいけど半端じゃねえんだよ。めちゃくちゃするぜ。こっちも命がけで当たらねえとな。横浜あたりの芋姉ちゃんに舐められてたまるかよ。おめえんとこは100人集めとけ。ここで武学について簡単に皆様にご説明申し上げます。私も全く深くはわからないのですが、武学とは広く雅学とも申しまして、今から1200年ほど昔、奈良時代に仏教とともに日本に伝えられ、笙、篳篥、龍笛、駒笛などの雅楽器の演奏で舞う古典芸能であります。まあ門外漢の私がいくら説明しても仕方ありませんので、百聞は一見にしかず、ここは哲也君と京子さんに一手待っていただきましょうか。この式あんたに任せるよ。お食事をお持ちいたしました。
さあ、これで武学というものの一端が皆様にお分かりいただけたと思います。それではですね、ここにお集まりの皆様の友好を深めるために一人一人自己紹介をしていただきます。まず、そちらのテーブルからお願いします。私は京子さんの高校時代の友達で岡恵理子と申します。京子さん、ご婚約おめでとう。羨ましいわ。私は京子さんの大学時代の友人で高野智子です。京子さん、おめでとう。次の方、どうぞ。京子さんのお友達の方ですか。産みたくなかった。水に流したかった。お父さん、待ってたんだよ。相変わらずね、お父さん。たまにはお金になる仕事に精を出したらどうなの。それは分かっているけどね、神主というのはお金を儲ける仕事じゃないんだよ。祥子、久しぶりにお父さんと一緒に待ってみないか。そんなことやってらんないね。お前には4つの頃から私は武学を教えてきたんだ。お前は素質があるんだよ。素質？笑わせないでよ。あたいにあるのはね、こういう素質だ。それだけはやめてくれないか。他のもんなら何でもいい。その翔の笛はお父さんが命以上に大事にしているもんなんだ。翔子、私がなぜお前に翔子という名前を付けたか、それを考えてみてくれ。あたいがいつ翔子なんて名前を付けてって頼んだの。あたいはね、翔子なんて名前は大嫌いなんだよ。翔子なんてこと言うの。翔子、あたいが何をしようとあんたたちにとやかく言わせないからね。姉ちゃんなんて死んじまえ。二度とこの家に帰ってくるな。ケンジ、姉ちゃんなんて死んじまえばいいんだ。6000円ね。おじさん、これも買い取ってもらおうか。なんだいこれ。笙っていう武学の楽器さ、値打ちもんだよ。私には値がつけられんな。おじさん、5000円でいいよ。どうせドブにでも捨てようと思ったやつだからさ。
5000円。東京流星会会長西村麻生。副会長山吹麻里。あたい相模悪竜会会長曽我祥子。親衛隊長堂本武。会えて嬉しいぜ。どんな顔したお嬢さんなのかと、会いたさ見たさで恋焦がれていたんだぜ。それにしても祥子さんよ、可愛い顔してるじゃねえか。早く用件言いな。用件はてめえを袋にすることさ。あんた、あたいとタイマー張れんのかい？何？ふざけんじゃねえよ！いつでもやってやろうじゃねえか。どうせ初回からドンパチするほど俺は野暮じゃねえよ。今日は見合いみてえなもんだ。なあ、翔子さん。この見合いがまとまんないね。どうだ、俺と手を組まないか。横浜が東京の手下になれっていうのか。あたいたちに降参しろってのかい？そういうことだ。俺とお前が手を組めばどんなことでもできる。日本中相手に暴れ回ってやろうじゃないか。お断りだね。東京の田舎者の集まりなんかに浜のあたいが頭下げられると思ってんのかよ。それじゃあ全面戦争ってことになるぜ。受けて立つよ。なんだよ、待て。会長、どういうことなんだよ。あの証拠をここで袋にすりゃ肩がついたじゃないか。やろう。黒にしたからって値を上げるような女じゃねえ。見たか、証拠の目を。あれは命を投げ出した奴の目だぜ。1983年6月30日、相模悪竜会、東京流星会と全面戦争に突入。1983年8月30日、茅ヶ崎海岸の決闘。1983年9月25日、伊勢崎町の決闘。素晴らしかったわ。ええ、僕もとても感激しました。それに勉強になったな。お父様が言ってらしたけど、哲也さんたちもクラシックを演奏する機会が増えたんですってね。ええ、そうなんですよ。京子さん、ちょっと待ってください。京子さん、見てください。掘り出し物ですよ。この賞はね、三代目光彦の作品で幻の名器って言われてるんです。しかし、これがどうしてこの店に。どうなさるおつもり？あ、買いましたよ。あら。信じられないな。一体誰がこの賞を。きっと価値のわからない人よ。そうですよね。そうでなきゃ。京子さん。哲也さん。やめたまえ。やめるんだ。君はこんなことをする人間じゃないんだ。あんた、あの時の証拠どうしたのさ。誰だよこいつ。やめるんだ。君はこんなことをしちゃいけない。いやがましい。何やいこと言ってんだ。
おはる、このとこ袋にした。やめるんだよ。やめて、やめて。翔子さんっていうのか。やめるんだ。君はこんなことをする人間じゃない。やめるんだ。やめたまえ。翔子さん、君は自分の生き方を、もっと違う自分の生き方を見つけるべきだ。うるせえ。あたいはね、この世界に生きるために生まれてきたんだよ。あんたみたいな幸せなエリートさんに、あたいの気持ちが分かってたまるかよ。君、哲也さん、大丈夫？えっちゃん、はい、反対、はい、はい。あ、ごめんなさい、痛いわね。みんなのドギモ抜かしてやろうって言うんだよ。みんなのなんかジャズダンスじゃなくてタコダンスのようだもん。だってママの振り付け通りじゃないね。何何、じゃあ私の振り付けがタコダンスだっていうわけ？あーたまして、じゃあね、もう一回踊っちゃうからね、よく見てなさい。せーの。気持ちの方が楽しいよ。タコダンスに決定。何しに来たのさ。翔子さん、君と話がしたいんだ。話なんて何もないね。さっさと出て行きな。出て行かないとまた夕べみたいに袋にするよ。君はこんな生活をやめるんだ。君はこんなことをするために生まれてきたんじゃないんだ。翔子さん。翔子、どうするこいつ。袋にしな。こっち来いよ。翔子さん。ダメじゃねえよ。翔子さん、やめたまえ。君たちもみんなこんなことやめるんだ。バカ野郎、来るにしろって言ったじゃねえか。二度と来るんじゃねえよ。こんなことをしてちゃいけないんだ。君はこんな生活をしていちゃいけないんだ。翔子、やめろ。君はこんなことをする人じゃないんだ。こんなことをするために生まれてきた人間じゃないんだ。君は君自身の生き方を、もっと違う生き方を見つけるべきだ。あたいは呪われた子なの。今さら引き戻せるか。とことんやってやるまでだ。とことん悪くなってやるまでだ。ねえみんな、あたいたちはあたいたちの世界を作ろうじゃないか。あたいたちはみんな、どいつもこいつも落ちこぼれたろくでなしだよ。大人なんて勝手だよ。自分たちの勝手であたいたちを産んどいて、自分たちの勝手であたいたちを見捨てるんだ。だったらこっちも勝手に生きようじゃないか。大人なんかに何も言わせない、あたいたちの世界を作ろうじゃないか。あたいたちの世界はね、友情と真偽の世界だよ。仲間を売ったり裏切ったりしない世界なんだ。受験でみんなの進路を決めたりしないから安心しな。いいかいみんな、
そのためには流星会には負けらんないよ。流星会はあたいたちを支配しようと企んでやがんのさ。あたいはとことんやるからね。みんなもそのつもりで気持ちを引き締めてよね。流星会の殴り込みは朝の3時から4時頃だ。その前みんな休んでってくれ。どういうつもりなの？翔子に惚れたんだとさ。お黙り！こいつには婚約者がいるんだ。惚れた惚れたは関係ないよ。どういうつもりなのさ？あたいを小バカにしてるんだったらただじゃ済まないよ。翔子さん、僕は君を救いたいんだ。なぜ？君が悲しんでるからだ。あたいが悲しんでるだって？君が祈ってるからだ。あたいが祈ってる？何をバカな。あたいが何を祈ってるっていうのさ。君は君自身本当に輝いて生きられる世界を祈るように待ち望んでいるんだ。何をバカな。僕は君が本当に望んでいる世界へ返してあげたい。君には君が求めている世界があるはずだ。そうだろう、翔子さん。お黙り。君は君自身本当に望んでいる世界で生きるべきだ。黙らないと袋にするよ。おはる、この男袋にしな。もういいよ、翔子。翔子、こいつマジだよ。マジなやつをやれねえよ。ふざけんじゃないよ。何が本気だ。もう一度袋にすればそれで終わりさ。やっそ、お前が袋にしな。あなあ、おらやめるんだ。もうこんなことはやめるんだ。おかしい、この野郎。ほら、この野郎。それだけはやめてくれないか。他のもんなら何でもいい。その翔の笛だけはお父さんが命以上に大事にしてるもんなんだ。翔子、あの時お父さんから奪った。どうしてこの人が。Thank you.
晴らしかったよ、翔子さん。君はやはり僕が思っていた通りの人だった。私理解できません。あんなひどいことした人に哲也さんったら。そこが哲也の哲也たるゆえんなんですよ。でも文学の世界は格式を重んじる古い世界なんです。哲也さんが非行少女と交際してる噂が流れたら。京子さん、哲也を信じてあげてください。哲也にはあの少女を救わなければならないわけがあるんです。亡くなった妹さんのことは何も聞いていませんか？亡くなった妹さんのこと？ええ。いいえ。小谷さん、それはどういうことですの？哲也には陽子さんっていう妹がいたんですが、哲也がまだあなたに何も話してないとすると、俺の口から話すわけにもいかんな。後で哲也があなたに話をするでしょう。とにかくね、京子さん、あなたは哲也を信じていればいいんですよ。ええ、それはもう。その夜、流星会の襲撃はなかった。そして数日後。翔子さん、君が本当に生きることを望んでいた世界は武学だったんじゃありませんか？大変だ、流星会の会長が来てるぞ。安男たちが袋にされてんだ。会長、助けに行ってくれよ。会長、会長、翔子、お姉、会長、翔子。翔子、何グズグズしてんだい。東京門の腰抜け野郎に舐められていいのかい。翔子、どうしたんだ。まさかあいつに惚れちまったんじゃねえだろうな。バカ言ってんじゃないよ。翔子、何ボケっとしてんだよ。翔子、しっかりしろ。翔子、残念だったな。今日はこれで引き上げるが、今度はだけは決着をつけるぜ。翔子、何やってるんだ。あと一息で奴らを潰せたってのに。翔子、どうしちまったのさ。みんなごめん。翔子、翔子、会長。翔子さん。翔子さん、哲也さん、私足を洗います。
祥子は生まれ変わります。祥子さん、決心したんだね。君は決心してくれたんだね。はい、私哲也さんに約束します。祥子は生まれ変わります。私は確かに非行の限りを尽くした女です。今までの私は命なんて少しも惜しくはなかった。命ギリギリのところに自分をぶん投げて生きるか死ぬかを楽しんでさえいたんです。堕落していくことが気持ちよかった。そんな時しか自分が生きてるってことが信じられなかった。私今度こそ真っ当に生きます。哲也さん、私に武学を教えてくれますか。もちろんだよ、祥子さん。僕の知ってることは全て教えるつもりだ。ありがとう。みんなに私の引退を伝えてきます。よし、僕も一緒に行こう。それはダメ。私は相模悪龍会の会長なの。私が自分の体で決着をつけなければならないよ。祥子さん。冗談じゃねえよ。あたいは承知できないからね。あたいも承知できないね。ちょっとあんたたち。私もね、翔ちゃんの気持ちがよくわかるわけ。私もさ、ほら、若い頃突っ張ってて少年刑務所まで行った女じゃん。だけどね、このヨシ坊に惚れてからもうメロメロ。可愛いのなんのってもうこの野郎。うん、愛してるかヨシ坊。愛してます。惚れてるか。惚れてます。待ってね、ほらほらほら。翔子、買い抜けるって本当か。本当よ。今日限りで悪龍会をやめるわ。ふざけんなよ。流星会と生きるか死ぬかの戦争やってるんだ。まだ切りもついちゃいないってのに会長が抜けるってのはどういうことだ。何もかも承知で私は決めたの。そうか。会を抜けるにはな、それなりの掟があるんだぜ。お前の作った掟だ。分かってるんだろうな。分かってるわ。じゃあ行くぜ。祥子さん、祥子さん、祥子さん。哲也さん、私抜けたわ。祥子さん。哲也さん、立派だった。立派だったよ。ちょっと待てよ。証拠は確かにあんたに渡した。半端なことしあったら俺があんたを刺し殺す。曽我証拠、相模悪龍会の会長だった証拠は久喜哲也の献身的な愛に打たれて更生を誓った。だが彼女の行く手には幾多の試練が待ち受けている。まさに茨の道である。それにしても祥子、お前はなぜ不良少女と呼ばれなければならなかったのか。